セレオ八王子は東日本旅客鉄道グループの株式会社 JR 中央線コミュニティデザインが八王子駅北口及び南口で運営する駅ビル型商業施設である。2010年11月11日に南館がグランドオープンし2012年10月25日に旧八王子ナウが北建てとしてリニューアルオープンした。セレオは セントラルラインとオレンジの造語。2009年末に武蔵小金井駅、南口ビルとともにこの駅ビル名称の一般公募が行われている。セレオ八王子南館は八王子駅南口畜市街地再開発事業に合わせて JR 東日本によって建設されビッグカメラをキーテナントとした地上6階、地下2階の駅ビルである。それに伴い、 駅からの自由通路もこの駅ビルまで延伸され、同時期に建設したサザンスカイタワー、八王子や駅前広場とも直結している。一部では壁面緑化と照明の LED 化が施されている。2012年1月31日をもって、そご八王子店が閉店し、その跡地にはセレオ北立が2012年10月25日にオープンした。その際、 そこを撤退後も営業を続けていた八王子ナウはセレオに統合された。従来の南口セレオはセレオ南館となる。北建は南館のようにキーテナントの内約200店舗からなる専門店街となり八王子ナウからの継続テナントである有林堂山の楽器、成城石井などに加えて京王百貨店のサテライト店や伊勢丹ミラー、ロフト、 無印良品などが出展している。セレオ八王子の大部分の店舗で、スイカパスもアイコカキーとかが使用できる。詳細は、公式ページフロアガイドを参照のこと。セレオ八王子北館への改装に合わせて、八王子市が八日町で運営していた3歳未満の、子供と親向けの施設、親子つどいの広場夢キッズを6階に移転するとともに、隣接して、 教育玩具メーカーのボーネルンドが運営する室内遊び場、キドキドが設置されたほか、親子が一緒に利用できる、親子トイレや子供向けの楽しめるトイレ、子供トイレや赤ん坊連れの家族が食事をとることが可能なベビー休憩室など、小さな子供連れの家族向けの施設が多数用意された。ありがとうございます。